に運よく私たち日本保守党から何人かが国会に行けたとしても自民党と組むことは絶対にありません。それはもう今制限します。自民党や公明党そして野党も一緒になって進めてきた日本を貧しく弱くした政治、これを終わらせるために私たちは行くんです。協力は何とか今の段階で全く考えておりません。それはないというふうにここで断言いたします。この LGBT 理解増進法を作った岸田さんが前総理だった自民党、こんな自民党をぶっ潰すために私たちは立ち上がったんです。政見放送をご覧になったでしょう。自民党をぶっ潰す、自民党をぶっ壊す、このように百田直樹が言った今のあの政治をぶっ壊すために私たちは立ち上がったんです。何が連日ですか。そんな腰抜けなことを言ってるような人たちと私たちが組むわけがない。それだけは今日はっきりここで申し上げておきます。どうか皆さん、ですから新しい政治の選択肢をあの国会の中に作らなければいけない。それは皆さんお一人お一人の皆さんの決意、そして皆さんが周りにお勧めいただく、それでしか実現いたしません。ぜひとも皆さん私たちを新たな選択肢としてお選びいただいてお勧めいただく。結果がどうあっても私たちは仮に負けても、あるいは傷ついても、いろんな嫌がらせをされたり妨害をされても、それでも日本のためにひたすら前に進みます。皆さんよろしくお願いします。